シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よくなけはモンスニュースまとめていくってやつだぜ。さあ、モンパシックス終わったぜ。いやー、いろんな意味で予想外すぎる。本当に予想外すぎる。いやー、やはりフィナーレの時間も入れてたみたいで、モンストニュースの時間は去年と同じぐらいで、まあ発表の仕方もほぼ一緒ということなんだけども、おそらくまあ詳しい情報は木曜日のモンストニュースになってくると思うんだけども、で今回まあプラスで追加情報も出てるから、まあ、それも解説していくぜ。いやこれ結構、いやニュースで言えばいいんじゃないよって内容結構あったから、まあ、それもまとめていくぜ。 OK、 そんじゃあやっていこうじゃねえか。さあというわけでアップデート情報を確認していこうぜ。こんな感じ、1月26日火曜日に、まあ、あるんだけども、まあこれプラス公式サイトの方に、まあ、追加情報あったからそれ見ていくんだけど、まずはこっちのスライドから確認していくぜ。これ歴戦の跡地が消費スタミナゼロになったと。いやこれは嬉しいけども、俺まだ1回しかやったことない。イザナミしかやったことない。まあゼロならやってみようかなと思うわ。で次、守護獣の森が登場ということで、これ新しいのが、まあ、出てくるみたい。まあ、光の冒険戦の続編とか次のもんではなさそうね、これ。どうなんだろう。で、出現開始日時が1月26日火曜日バージョンアップデート後に出てくるから、まあ、これ期間決まってないから、まあ、光の冒険戦の次のもんではないでしょう。で、見ていくと、で、今回のアップデートに登場するモンスターが3体。で、ブリタニアの守護竜、ワイバーン、アーサー関連これ。湖の乙女、ビビアン。え、なんか言うな、あれ。湖の乙女よって。SS ボイスで。で、こっちが、煉獄の王、自称、煉獄の王、キングクロッチが出てくるらしいのよ。で、まあ、これプラス、他のモンスターも、まあ、追加予定ということなんだけども、これ、クエスト中に一回だけ、守護スキルで助けてくれると、発動条件がある守護スキルで、まあ、プレイヤーを助けてくれらしくて、この右のとこ、こあるね、こう、タップすると。え、今までのあれ、あ、メニューとかどこ行くのこれ。気になるわ。それを気に教えて。で、どうやら、この、まあ、クロッチの場合は、守護スキルがシンクロッチで、ボスの HP を1906削るから10にすると、ボスの HP を2430950削ると。で、まあ、発動条件がパーフェクトを出す1回。どうやらこれは固定ダメージっぽいから、高難易度では使えないけどあんまり、まあ、雑魚敵倒すのには十分いいか。コンプレックスとか、高難易度なのに敵の体力が低いクエストは、結構刺さるんじゃないこれ。とんでもない。まあ、まだ、一般のクエストで、まあ、使えるとは思うんだけど、まだ確定とは言えないから、まあ、使えると思う。で、次、このワイバーンの方。で、このワイバーンは、レベル10で、画面上すべての敵を毒状態にし、3ターンの間、50万の毒のダメージを与える。これもなかなか強くない。これなかなか強くない。高難度とかじゃなくても、普通にほら、今までのだるかった、毒やるクエストとかも十分使えるよ、これ。で、発動条件が1ターンで合計100万以上のダメージを出す3回。全然いける。やばいね、これは。で、次。湖の乙女、ビビアン。レベル10。味方の HP 50% 回復する。いや、ちょっと待て。ちょっと待て。これ、どこでも使えるぐらいの、めちゃくちゃ優秀じゃね。で、さらに、これ、どうやら、回復なし、ハートなしのステージでも使えるらしい。だから十分よ、これ。で、発動条件が1ターンで敵を2体以上同時に倒す3回。これも、まあ、全然できると。で、これ見ていくと、仲間にしたい守護獣のクエストをプレイすると、究極をクリアすると仲間になると。でクエストをクリアするごとにこのかけらが手に入って、でこれで守護獣の強化をして、まあ、レベル10まで上げてくれというわけよ。というわけで残りのアップデート情報を確認していこうぜ。まあ、こんな感じであるわけで、まあ、さっき言ったこのビビアン、湖と乙女とかはここら辺で、まあ、こういう風にさっきの説明をしてくれてんだけど、まあここでちょっと面白いなと思ったのが、まあ、ここはいい、ここはいいのよ。これ、マルチプレイの場合、ホストがデッキに編成してる守護獣を使用できます。また、ゲストでも守護スキルを発動することは可能ですと。いや、これ、なおさら、マルチがめちゃ強くなる。で、守護スキルとストライクショットは同時に発動することはできません。まあ、これも重要。もしかしてこれ、使ったら一旦失うとかじゃないよな、これ。それはさすがにないよな。それはないよな。まあ、残りは、そんな感じで。さっきのモンスターが、ここに書いてあると。で、新しい敵。この防御力がアップする、
まあ、ほら、剣雑魚みたいな、縦雑魚が出てくると、こういう出てくるのと、さっき言った、ゼロ、スタミナ。で、星5制限クエストのデッキ編成画面では、星6モンスターが表示されないように。あ、これは、嬉しいかな。これは嬉しい。これは嬉しい。で、英雄の書獲得、レベル上限解放、超線形解放、演出カット可能に嬉しい。で、これ、結構重要なこと書かれてて、ここなんだけども、まあ、今回のコラボかどうかわからないよ。わからないんだけども、英雄の証獲得演出には、コラボなどの期間限定の書も含まれますということは、ハンターハンターみたいな流れが、まあ、今後のコラボでまた出てくる可能性あると、コラボ限定のその英雄の書があって、まあ、それをコラボ期間内にやってくれというミッションが、まあ、ハンターハンターみたいなのが、またあるのかもしれないと、今回のコラボの可能性も、まあ、あるというわけよ。で、次は、レベルの章、戦型の章、英雄の章、使用する際に使用済みのモンスターも表示されるように。いや、これはちょっと嬉しいかな。よくほら、レベルの章つけようと思って、あれ、あれ、いない?あれ?あれ?あれ?え?いない?あれ?シュッシュッって戻って、あ、つけてた!あ、つけてたのね、これ。もう、何?っていうことがあったから、まあ、これは嬉しいかも。で、次。進化などをする際に不足している素材が、獲得できる場所へ移動可能に。まあ、こうやって押すと、ほら、進化強化クエストに行けるし、ラックヒットにも行けると。まあ、あまり使うことないかな。使うかな?どうかな?そして、いつも通りの、まあ、諸子にクエスト追加と、で、永遠の歌詞獲得モンスターも追加。で、今まで言ってた不具合も直してくれるというわけよ。ディビジョンとコンプレックス、ありがとう、サンキュー!で、次は、重進化会、カーリー会。が来て、あ、個人的にイラストが良くなってくれて嬉しい。で、このカーリー、反射超バランス型でクリティカルアビリティがマインスイーパーやアンチ魔法陣レザストで、コネクトスキルが自身と種族が異なるキャラが2体以上または合計なく100以上で、なんかまあ2つあるのは嬉しい、素晴らしい。で、アンチワープ源流封じで、これ源流封じが乗ってくる友情コンボにも。で、 SS がまあ、12ターンで打てる、今まで通りの SS で、友情コンボ、超強貫通ホーミング18、で、スピードアップ。まあ、今までよりもアンチ魔法陣がついたことによって、めちゃくちゃ使いやすい、レザーバリもありがたい。まあ、近畿1、まあ、無理に使う必要ないけど、まあ、近畿1もいける、未開の16もいけるって感じだぜ。次、カーリー、オッケー。で、次、アラゼル、アザゼルが来た。今でもなんか十分強い気するけどな。来たね、これ。なんかロックな感じで、ひいきだから誰やと思ったら、もしや、背徳ピストルぜと思ったら、アザゼル来たぜ。で、こいつ、貫通&ゲージスピード型、で、ラックスキルがシールド、アビリティ超アンチダメージオールアンチ魔法陣、なんかアンチ魔法陣めちゃ速くない?で、ゲージ倍率保持来た。めちゃくちゃもう、流行ってんな、これ。まあ、流行ってるというか、まあ、押してるというか、わかんないけど、ゲージでアンチブロック。で、次、キング・オブ・ギャングスター。で、12ターンの、まあ、号令セース。優秀じゃないこれ。で、友情コンボが、超強貫通ホーミング18。で、ボースピンアップ。ニュー。もう、合体した。で、まあ、13の極。使いやすいんじゃないこれ、スピードアップあるし、防御もあるし。なかなか、役立つ。いい感じの重心化。で、超先見すれば、超スピード型。いいんじゃないおぉ。というわけで、ワールドトリガーコラボーコラボーワールドトリガーコラボやってきたぜ。まあ、いろいろ予想あったけど、まあ、去年の流れから、まあ、いろんな予想が加速したけども、もう今回ワールドトリガーということで、ジャンプの新規コラボがやってきたぜ。で、まあ、俺的に言うと、その、この作者の前の作品、賢い剣リリエンタールから、まあ、知ってるから、まあ、個人的には、まあ、来てくれて嬉しいんだけど、途中から見てないから、これ、ワールドトリガー。あんまり詳しいこと言えないから、まあ、控えめに言っとくわ、今回は。変なこと言ったらあれだから。まず分かったのが、このジン・ユイチが出てくると。で、まあ、なんか相当強い感じになるんじゃない?でも、なんか属性がなんか結構、みんな、あれってなってるっぽいね、これは。どうなんの?で、今回、まあ、詳細、アビリティとかは、まだ判明しなかったということで、まあ、おそらく、モンストニュース1月28日木曜日16時かな、まあ、詳しい情報がわかるというわけよ。まあ、というわけで、いろいろ言ったけども、まあ、コラボもね、結構期間あるから、その間に、まあ、控えにやるなり、まあ、守護獣の森やるなりして、まあ、ワクワクしながら、待っとこうぜ、オーブンも集めとこう、オッケー。そんじゃあ、次の回で会おうぜ、おめえらのコメント待ってるぜ、次の回で会おうぜ、おめえよ。いいからそこに並べ。
俺が焼き寄せてやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。焼き印って仕方ねえ。